はい、バイナリーオプションスペシャリストの半前岩先生です。すがすがしいとか、シャワー浴びてきました。作業服でね、すみませんね、ラフなのが好きでね、ジーパンはね、傷ついたものだけども、それを買うんじゃなくて自分でね、作業で、傷ついて破れるんですね、ジーパンがね。それしか履きませんけど、そういうような使い方で、本物のねしか、私は、あとね、シャツなんかとかパンツなんかはね、汚れてもね、綺麗には洗うんだけども、かなり長くボロギになるまで着てるタイプでね、そうですね、いいものを買うんだけど、買ってもらったら困るんだね、悪いものばっかしなんでね。長く私は大事に使うんで、すごくいいね服を買ってね、それでもうボロボロになるまでね、で清潔にきれいに洗うけども、シミだらけになっても、ね、破けてもある程度きますから、ちゃんとしたね、暖かい格好と、の服とかですね、防水性がいいとかね、断熱性がいいとかね、そういういいものを着たいわけですよ。でね、人からもらうとね、チャチいいものを探したり、なんかチャチいいものがあったからって買ってくるんだけど、大迷惑ですね。大事に着るからね、ずっと着るわけですよ。パンツだって長いのではもう20年も履いてますから、ね、綺麗にしてね、よく洗濯して消毒してね、着てますけども、ボロボロになるまで着るんですよ。そんなことで着ていますから、ちゃんとしたいい服装を買わないと、また体に合う断熱にいいとかね、一枚でもものすごく暖かい最新型のね、まあ一枚100万ぐらいするね、ズボンとかね、ハイテクのね、ブランドじゃなくてね、1億するものでも着ますから、ね、たったこの1枚でね、マイナス氷点下10度は全然耐えるとかね、ね、そういう宇宙服みたいな感じのものを好みますから、それでもうボロボロになるまで着ますから、ね、安い服で大事にしたって全然毎日もう断熱効果ないし、ひどいですよね。そういうの買われたって困るわけですよ。でそういうわけにはいかないから、こっちは困るわけですね。だから人に買ってもらうのは非常に邪魔になる、妨害ですね、本当に生きるためのね。よく登山なんか行ってね、気象は激しく、寒く、僕はジャンボリーとか、ボイスカート、カブスカート、まあ、10代の時に行ってましたから、ね、気象が激しい時に、その時は、いい完璧な、服装っていうのは買えなかったし、高かったし、手に入れられなかったけども、今ね、急激にマイナスに冷えたり、水に浸かってもね、靴下なんかも防水靴下とかね、全部そうなってるのがあるんですよ。断熱が良くてね。だから水かぶったって凍傷しないし、ね、凍っても凍傷しないし、そういう服装があるね。そういうの隠し持って、ちゃんとしっかり着るわけですね。そういうの買ってね。一着10万とか100万でもしても、ね、そういうのを用意しておくんですね。で、いざという時にね、避難なんか、死んだ人もいましたけども、旅行会社の登山なんかの、ツアーなんかありましたけど、それでも死んでましたからね。そういうことがあっても、服装はしっかりね、してれば死なないわけですよね。防水性とかね、暖房性とか、強いのをね、着てればいいわけですよ。まあ当然、登山してる人たち、修行の時は、ね、その服装を着れば助かるけども、ね、当然見過ごすんですけども、私だけ知ってね、助かるするしかないわけですね。自分の命が大事ですからね。
まあ、そういう服装で生き延びるという隠したね、秘技を持ってるんですよ。ジャンボリーとか、カブスカートでね、戦争したことがあるんですね。山のね、上で、本当に人殺しですね。やんなかったからよかったですけども、木の上に基地作ってね、いろんな人が来てね、危うく戦争でね、人を殺すこと、とこだったんですけど、戦うわけですね。で、まあそんなような、まだ私の時ってそういう時代ですよね、まだね。戦争的な感じのことがあった若い時ですからね。まあそれはともかくとして、今回はね、マックデーの岩尾バージョン901というのを公開いたしました。下のところに先頭にリンク先に載ってますから、リンク先から先頭に載ってますから、このマックデーのインジケーターの紹介ですね、それで付属してるマックデー岩尾浜のバージョン901のですね EA ですね、それはこちらのね、インジケーターのですね、どこだ、あ、出てきた。こちらのインジケーターありますでしょ。で、このインジケーターの設定値を、ストラジテスターで、こちらの方でね、最適化してくれます。この下の方でね。で、その数値を入れてるわけですね。このようにね。それで表示してるんです。今、1時間足してるんですね。1時間足で分析してます。この H1 ですね。これも H1 ですね。H1 になってますね。それで、1日のタイムでやってます。86,400ですね。これが24時間なんですよね。秒単位ですから。で、このシグナル、の取引をしてね、させて、大体ですけども、計算した時の利益を見て、分析して、勝てるよというような、ね、現在までは勝ててるよと、そういう、こういうお直しになるかね、ということで、投資をしました。で、これはライブ投資です。で、今、土曜日になったんですよ。これ青で上になるわけですね。それでここでたくさん投資しました。これ本番投資ですね。今はね、今日土曜日で休みなんですけど、ライブ投資です。でね、このように、本当の現金ね、このようにずーっと投資しました。結構多いでしょ、投資ですね。セールとバイバイバイ投資していっております。で、今、マイナス2325円ね。ロット数、バカたくさん投資してます。これライブですね。本物の現金です。現金で投資してます。冗談じゃないやつですね。で、これでこのシグナル通り、打ったりしましてね、シグナルが来るんですよ、アラートが。例えばね、立ち上げるとね、ちゃんと出てくるから、こうやって、こうやってね、こう、OK にして、ね、このようにアラートが出るんですね。それで、倍だよって、今ここのとこだから、青のところのサインだから上ですね、倍ということで、ね、出てます。だから、このシグナルが出るたびにこれ、投資していくんですね。自分の、だいたい予想、これを見てね、自分との判断とプラスでね。それで、投資してます。今、もうたくさん投資してましたでしょ。ライブの投資なんです。すごい、たくさん投資してましたけども、今後これ上に上がるんじゃないかなと、ユーロ、USD ね、H1。ということで投資してます。で、まあ下がったらまた考えるということでね、負けることもございます。それで、こちらですね、こちらの方に、今、この1年間ですね、17年5月、18年5月までの1年間の分析してます、ね。で、ここにデータが今、利益から見ますので、一番先頭は、の利益は、115ドルの稼ぎと。で、258
回という258日間ですね。で投資360日でほとんど投資してますね、毎日ね。それでこの設定値だとそうなってますよって。で最大ドローダウンは62ドル出てますよと。で利益は115ドルですよって出てるんですね。その設定値はマクで65ね。それでマクでのシフトね、この開けてね、安定しないところを飛ばしてここのシグナルで見るんですよ、出たところからね。ここのとこね、変化が多いんです、マックでは。だからガチャ上か下かしょっちゅう動くんで、コンピューターでシフト80、ここはここで見るとね、80番目、今これ違う、ちょっと違いますけど、あきはね、この一番上は80番目シフトですね。だからここない部分ですね。だこれだったら80時間になっちゃいますよね。80時間前で見るとね、いうことですね。だから3日前の分析データでね、現在を見るというですね。で、RGB の色の、変化というか、買い売りのね、論理判定ですね。そんなことで分析してます。あと22時間あるんで、まだ終わるまで相当時間かかりますね。今日土曜日だから、日曜日、明日かけて、月曜日はね、月曜日までに、には答え出ると思います。22時間ですかね。で、このようにシグナルが出たら、どんどん投資していくんです。自分との判断でね、またね。毎日そうやっていくんです。ね。FX だと、1億円投資できますから、1億円とか100億円投資できますからね。バイナリーオプションの投資も、このインジケーターできますけど、このね、1日の、ね、86400をね、これを少なくするとできるわけですね。1時間だったら、ね、まあ、これも1日のバニーオプションできますよね。ね、これ日足、この 1H で日足の、ね、バニーオプションもありますから、1日の、ね、バニーオプションもできます。ただこれシグナルが来てから 1日後ですからね。だから、時期に、だから、朝方6時頃に来て、次の日の6時に決算ですから、大体ね。だから、6時頃にシグナル来るのを待つんですよね。で、来たのを投資するというわけです。まあ、そういう方で。で、このインジケーターのいいところはですね、めちゃめちゃいいのは、このね、ハイとローのこのシグナルがね、この分析でデータで全部自動で出てくれるんですよね。だからこのデータ全部クリップボードにとって、違うところにダウンロードで無料でね提供してますから、これですね、これを、ね、最適化してくれるんですよ。でね、それで取ると、このようにねデータが作られます。こうね、順位でねこう出てきます。このように。マックでは65はいいですよって一番目はね。シフトは80ですよって。ね。そういうふうに出てくるんですよ。で、86,400 ってね。出てますからね。これは1日ですね。5ですね。そんなふうに全部出てきます。ここに。自動でね。調べてくれます。そういうツールも使ってね。まあ自分で選んでもいいです。今のとこからね。こういうツール使わなくても、これも無料で提供してますから、ね。で、こういうふうにできるというわけですね。で、自由的にね、これはね、これはその方にはついてないと思うかな。つけてたか忘れちゃいましたけど、ここにね、プログラムとしてね、リストに送信してくれます、この。順位00番からね、今5個まで出てますね。いい順位としてはこれがいいんじゃないかっていうのが出てます。ね、このように。今のこのデータですね。クリックボードに、ステラジデスから全部取ったデータ。ね、これから分析してみたんです。そしたら、この、ね、順位がいいんじゃないかということで出てます、こう。ね、ドローダウンが62ドルで利益が116で、
52-77 とかね、大体ドローダウンからの比率が 1.8 倍、 1.4 倍ってなってます。最大ドローダウンの、ね、よりか多いというので見てます。大体大体ね、平均投資数とか平均ロート数とか全部アルトセンターの全部だ見てますから、いろいろね、設定して。あ、そういうことですね。で、このインジケーターもめちゃめちゃにいいですね。FX でも使えるし、バイナリーオプションでも使えると。900ですね。で、この RGB の色をね、変わることありますからね、これね。表示はね、合わせてください。で、この出るシグナルはね、よく注意してくださいね。本当に間違ったりするしますから、色と逆に、出ることはあるかもしれません。論理がね、通常論理合ってると思いますけどね。こちらの方のテスト用の状態からね、これから見て判断してください。 EA の動きね、買い売りからね、こういう時のシグナル。それでなおかつね、 EA でねシグナル出させることもできますからね。家でシグナル出させることができますからね。これでね。で、ストラジテスターでね、この、ただ、これはたくさん打てませんから、家の場合はね。ぼちぼちに出てくるだけですからね。まあ、それに対して打っていくともいいですね。合わせてね。まあ、そんなことですね。まあ、そんなことで、この、インジケーターの、Mac デーと EA の Mac デー2つ紹介いたしました。USB JPI は無料で提供してますので、両方ともね、この EA とインジケーター無料で提供してます。ぜひ無料でね使って稼いでください。ライブ投資できますから、ぜひね無料で使ってください。それで、オール通貨航空の方が買いたくなりますから、いいということが分かったらね、それで、無料で提供してます。それでがっちり稼いでください。始めるときにお金払うの嫌だなという方は、タラで稼ぎたいなと思う人のために USB JPI を用意したんですね。それで、使ったら、良さが分かったらみんな買うから、ね、そういうズルしております、私もね。タラで使わせといて、オールツカまでちょっとやっぱり稼げるなと分かったら、分かった人はみんな買ってきますから、ね、そういう手です、ね、詐欺じゃないです、ね、そういうことで無料提供しておりますのでね、 USB JPI でね、ぜひ使って、引っかかってください。ライブとライブ用のね、ライブネットオールモードの方は後で買ってください。良さが分かってね、買いたくなりますから。そういうことですね。そういう悪さをやってますけどね。ぜひ、1000万ぐらいは売れるんじゃないかと思いますけどね。かなりいいやつですからね。これがあると稼げますから。結構難しいですけどね。こんな簡単にできるようなものってあんまりありませんからね。そんなことです。